レー動画をお届けしているそんなチャンネルでございます。さあ本日はですね、ココイチの塾からそんなに辛いのか調べてみた。はい、というわけでココイチさんの10辛、結構ね YouTuber の方とか皆さんね10辛食べてみたっていう動画いっぱい見るんですけど、まあ普通の方が食べてみたりとか、まあ最近よく見るんですけど、実はココイチさんの10辛食べたことなくて、今日初めてちょっと食べてみようと思うんですけど、こう結構ね動画とかで見てこう悶絶してたりとか、うわーとか言ってるのよく見るんですけど、実際そんなに辛いのかなっていうのを今回検証してみたいと思います。でですね、大体僕も辛いの好きなんですけど、まあ辛いの好きな中の部類で言うと、まあそんなに強くない部類だと思ってるんですけど、まあなんとなく食べる辛さの標準で言うと、カレーの虜の辛さだったら40辛で、エチオピアだったら30辛ぐらいを食べれるっていう感じですね。はい、なのでだから辛いの苦手ではないんですよね。さあそれではご覧ください、本日のカレードン。はい、というわけで買ってきたんですけど、ココイチさんのカレーこんな、もう普通にシンプルなポークカレーの辛さ10辛で、一応ね、まあ、辛いって言うんで飲むヨーグルトも一応買ってきて対策としては取ってるんですけど、じゃあまず開けてみましょう。実際めちゃくちゃココイチさんを食べるっていうわけじゃないんで、僕自身も、まあ、若干確かにいつものルーよりかは濃いかな。で香りがめっちゃ辛いとかいうわけじゃないんで、食べれないレベルではなさそうなんですけども、まあライスは普通盛りです。いただきます。あ、結構ドロドロの感じ。じゃあまずルーの方だけいってみたいと思います。あ、辛いのは辛い。うん。あ、結構ね、口の中に入れた瞬間に、まあ、最初は旨みみたいなのがふわっとよぎるんですけど、本当に辛さが来る。うん。後からどんどん辛みが来るんで、こう、悶絶するほど辛いっていうわけではなさそう。じゃあお次は、ライスと行ってみます。ちょっとね、やっぱでも辛いのは辛い。ヨーグルト。多分カレーの虜で言うと45から50ぐらいの辛さかな。で、エチオピアさんだったら多分40以上の感じだと思うけど、福神漬けと一緒にちょっと行ってみます。福神漬けと言ったらかなりねいいんですけど、ただ一つ言えるのは、その美味しいっていうレベルではなくなってるような気はします。その美味しいっていうレベルではなくなってるような気はします。ココイチさんのね、あの特有の旨味だったりとかとろみとかの美味しさがだいぶ減ってて、その辛み推しになっちゃうんで食べれないことはないんですけどね。うん、でもまあだいぶ食べるにつれてどんどん辛さは増してくる。結構辛いね。これだから今回10辛のみを食べてみたっていう感じなんですけど、これ具材がないとちょっと本当に、だから普通の辛さのポークカレーの美味しいのも知ってますし、他の美味しいのも知ってるんですけど、ちょっとね具材がないともったいない気はしますね。辛さがどうこうよりもあんまり美味しくないのがちょっと悔しいな。具材も特に入ってないんで、もう言ったら辛さが直接伝わってくるっていう感じ。結構ねもう辛みがどんどん来る。まあでもヨーグルト飲んでるんでそんなに食べれないとかないですけど、結構辛いの得意な人でも、まあ、ヨーグルトとか用意しといた方がいいかな。うん、やっぱりね食べれば食べるほど辛さ増してくる。結構後半は辛い、めっちゃ辛い。スリランカカレーでめっちゃ辛いの食べた感じかな。なんとか完食、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。もうね結構もう食べていくにつれて後半結構辛くて、まあ、悶絶するというよりか結構辛いなって思いながら食べる感じ。もうごめんなさい、ちょっと汗もね吹き上がらなんですけど、でねヨーグルトとこう牛乳あった方がいいですね。こうやっぱ辛いの好きですけど得意じゃないっていう人はヨーグルトとか牛乳がないとちょっとしんどいかなっていうので、あともうやっぱりねココイチさんの10辛ははっきり言って個人的な見解はもうおすすめしません。辛いからとかじゃなくて単純にねあんまり美味しくなかったです、あの辛いだけで。なんでまあこれプレーンの10辛なんで美味しくなかったのかもしれないんで、まあ具材とか足して辛いのめちゃくちゃ好きな人はやった方が美味しいなと思う。こう前半はねサクサク食えるんですよ、普通に辛いなと思いながら。でも後半結構しんどくなってもう汗もすごいし、なんでまあ結果的には悶絶するほど辛くはなかったけど実は美味しくなかったっていうのが多分個人的な見解で、なんでね皆さんまああんまりこう辛くしすぎるのもいい時と悪い時あるんで、まあぜひねその辺を参考にしながら食べていければなと思います。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さんまた明日、バイバイ。